すいません、ここの、あ、経営母体のその株式会社、ジーザスでしたっけ。こちらエイジスです、ね、エイジス、はい、エイジスの会社でどちらにあるんですかね。本社の方です。はい、品種があるって聞いたんですけど、フォーチュンの方から、経営、あの、もう都内のやつは、はい、マガランドは全部、エイジスが管理してるっていう風に聞いたんで、はい、一応警視庁にも事務所はありますね。あるんですね。こちらちょっと教えてもらいますかね。はい、少々お待ちください。はい、住所と電話番号ですね。あ、まあ直接行くんで、住所を一応今店長の方に。あ、はいはいはい、はい、ちょっとここでトラブルがあって、店員さんと、それだけでちょっとクレームがもう本社に言いたくて。なるほど、はい。どういった感じの深夜、バイトの方ですか。バイトの方で、どういった感じの風貌だったりとか。風貌、あ、セム、このくらいの感じの、はい、いじめられっ子風の。あ、ちょっと髪の毛長めで目をかけて。ぼっちゃん狩りっていうか、なんか。ぼっちゃん狩りで。色白で。はい。どういった感じのトラブルが。トラブル、いや、ちょっと入って店が狭くてすぐ出ようとしたんだけども、はい、お金返金してくれなくて、あ、はい、っていう、まあ、言いたいことはいろいろあるんですけど、はい、直接ちょっとクレーム対応の方と、その、はい、ジーザスの方と、直接言いたいっていうふうにちょっとお伝えいただけますかね。直接上の方に、はい、変わってよろしいでしょうか。あんま、あ、店長は電話で、電話って、もしもし、もしもし、客、一般の客なんですけども、あ、はいはい、はい、まあ、一般の客なんですけども、で、ちょっと教えていただきたいんですよ、その、株式会社、ジーザスでしたっけ、その、経営されている、会社ですね。直接行くんだ、はい。はい。教えられないことになってる。フォーチュンの方に、でもそれは別にフォーチュンに聞けば教えてもらえることですよね。フォーチュンに聞けばでもそれって教えてもらえることですよね。フォーチュンが経営で、そちら委託されてるんですよね。マンガランドの方。今、あなたちょっとどちらにいらっしゃるんですか？自宅、あ、これ毎日来られてないんですか？あ、そうなんですか。なんか正社員の方ですよね、確か。フォーチュンの正社員なんですか。あ、エイジスの社員、あ、エイジスか。そう。で、エイジス、教えられないってでもおかしくないですか。そのクレームちょっと言いたいんですけども。はい。けたまる。電話で話してもちょっとあれなんで、細かいことがちょっといろいろあるんで、言いたいことがたくさんありすぎて、で、その、あなた今どちらいらっしゃいますか。自宅どの辺ですかね、都内の。住所っていうか、その どの辺っていうか、大体っていうのを伺いますけども。はい。それ同じじゃないですか。今電話で話してるんだから、電話で折り返してきても今話しても同じじゃないですか。直接会いたいって言ってるんですよ。あ、いやいや、言ってるじゃないですか。さっきお伝えしましたよね。あ、はい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 。店が狭いじゃないですか。で、割とその快適な環境じゃないですよね。で、割とその鬱陶しい環境じゃないですか。で、お金を払ってパックで入って、で、あのフラット席を利用しようとしたんですけども、ちょっと極端に狭いじゃないですか。まあ Google レビューにもいろいろネットでも書かれてますけども、かなり狭くて、まあその、まあ、快適じゃない環境じゃないですか。ですぐ出ようとしたんですけども、まあ、それで返金してもらわないと、そういう規定なんですよね。うん、普通そこでお金返しますよね。でも極端に他の漫画喫茶に比べて極端に狭いとか、極端にその、うん、スペースが、うん、極端に狭いっていうことで、
まあ、まともなそのサービスができてないってことで、そういう客、そういうことを客が訴えたら、まあ、普通その時点で返金しますよね。そうです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 。うん、それだしだしだし、まあいろいろ言いたいことあるんですけども、いいですかこのまま電話で話しても、あのこれお店の中ですけども、いいですか。はい。でその検索でネットで検索して、あのそちらサイトの方でその漫画の検索できますよね。で検索してでそのまあ亀戸店なんですけど、まあそれは亀戸店の話なんですけどね。でそれ、ある漫画を見ようとしたところ、お店に行ったんだけどもその漫画が置いてないと。でそういうとこも雑ですよね。うん、だし、それと、あとなんか店員の対応がその、まあ、深夜の方なんですけども、まあ、不愛想と、うん、アスペルガーみたいな感じの、まあ、バイトの方で、でなんか不快なあの対応を受けたと、まあ、それもあるし、で、あとなんかなんだ、例えば1分でもあの店員さんのその文言で1分でも超えたら延長料金取りますとか、そのそれってでもレジが混んでて超えちゃった場合も取るわけですよね。ですよね。それもおかしくないですか、じゃあ。うん。うん。ヤクザなんですか、その警護隊って。ないですかね。でも他のでも漫画喫茶とはちょっと違いますよね、スタンスが。うんうん。で、その、あなたもそうだし、そのバイトの方もそうだし、なんか会社の方針だからっていうその半笑いみたいな感じでその軽く流す感じとか、なんか謝ってる気がないような謝り方とか、それも失礼だし、うん、会社の方針なん、うん、そ、うんうん、日曜日か、いや1100円なんですけども、それで、うん、1100円なんですけど、だから30分だけ分だけ払いますって言って、まあ、帰ろうとしたんですけど、まあ、それはできないと、うん、はい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 、あ、はいはいはい、はいはい、いや、じゃあそれは、あ、はいはい、もう今後はもう一切来ないです、金輪際、あ、もう一切もう、もともと行ったことないんだよ、ほとんど。たまたま見たい漫画があって探しててたまたまあったっていうことでしたんで、もともと利用してないんで、はい、もともと漫画、うん、そうですね。で、もともとその、そんなにその、ごくたまに来るぐらいなんで、別にだから出入り禁止になっても構いませんってことですね。はい。はいはい。はいはい。はいはい。すいません。はいはい。